皆様ごきげんよう。今日も私のチューリップライブをご覧くださいましてありがとうございます。今日はね、雨なのでちょっとどうしようって思ったんですけれども、もうこちらのワンピースを着てきたいなと思ってたので、ちょっと無理して着てきちゃいました。なんかね、いつも私が白いお洋服を着ると雨が降るんですね。なんかいつも白いスカートとか白いワンピースを着るときに限って雨が降るっていう不思議な現象なんですけれどもね、なんでしょうね。ね、今日はね、私結婚記念日なんですね、実は。結婚記念日で、あと父のお誕生日でもあるんですね。なので、ちょっとね、勝手になんですけれども、父のね、バースデーライブ兼、ね、一人なんですけど、今。王子がちょっとお仕事で不在なんですけれども、結婚記念日ライブ、やっちゃおうかなって思ってます。シーンって感じですよね。まあ一人だけどね、一人だけどなんかやっちゃおうかなって思って、うん、楽しんでみたいなと思っています。ね、なんかちょっと隣にお客さんが入ってて、なんかすごいノリノリで歌ってる声が聞こえちゃってるんですけれども、まあ私は私でね、やりたいと思います。で、こんな風な、早速、コーデ紹介に参りましょうか。こんな感じの、今日はね、前に、覚えてる人がいるかわからないんですけれども、一回ね、ちょっと著作権の問題で、カラオケの音源とかね、画面をちょっと、知らなくて入れてしまって、一回ちょっと、それもアップできなくなっちゃったので、今、ないんですけれども、これのね、色違いの、黄色かな？黄色い色違いの、同じ、実はワンピースなんですね。黄色とグリーンが入ったような感じだったんですけれども、カールパープレーンの、なんか、ちょっとこう、ブロングっていうか、チェックみたいな、大きめのチェックのシースルーワンピースみたいになってるんですね。これもね、なんだろう、チェックになってて、透け感がある、すごいなんか面白い、変わったデザインなんですよね、本当に。そこにさらにね、お花柄が散りばめられてるっていう感じで、なんかすごいロマンチックで、キュートで、なんか清楚なんだけど、個性があるっていうかね、すごい気に入ってますね。あんまりね、これも正直、多分1回ぐらいしかまだ着てないと思うんですけども、ちょっとね、私もいろいろあったのでね、あんまりこう、着てないまま置いてるワンピースがいっぱいあって、それがでも今ね、こうやって、なんか YouTube をやるようになって、皆さんに、ご紹介したりとか、一人でね、アカペラライブっていうのを音源を入れられないから、やってるんですけれども、その、なんか衣装みたいな感じで、いろいろ、まあ持ってることは持ってるので、たくさんワンピースが本当にいっぱいあって、もう本当にみんなに、これ毎日やっても紹介しきれるかなっていうぐらいあるんですけれども、なのでね、一着一着着てみようかなと思っています。ね、これもすごい今日着てみたんですけどね、やっぱり可愛いなって思いました。ね、またね、アラフォーが着るようなワンピースじゃないかもしれないんですけれども、これも買った時はね、私まだ30代だったからね、うん、まあそんなに違和感がなかったと思うんですけども、まあ、今着てみたんですけど、でも意外にこう、そんなすごい超ミニってわけではないし、ねえ、まあ、まあ、若干の浮いた感じはあるかもしれないんですけれども、まあ、ギリギリセーフかなって思っています。すごいね、本当になんか、着やすいんですよね。私の体型に合ってるんですね、これも。
おほどよい、こうハイウエストってほどじゃないかもしれないんですけれども、ややハイウエストぐらいで、あのね、丈感もちょうどよくって、あの全然こう重くないんですね。すっごい軽くって、もう着てて全然楽なんですね。本当ライブに最適なんですね。うん、ですごいね、この2枚重ねになってて、チュールみたいな、チュールと普通の生地でチェックを作ってるような感じでね、それを重ねてピンクの花柄も施されてて、なんかちょっとアップにこんな感じ見えるかな、うん、こんな感じなんですね。ちょっとね、王子がいたらまたね、すごいわかりやすい動画を作ってもらえて、ね、すごい王子よく気がつくんですよね。私がこう即興でいつもこんな風にご説明するんですけれども、だから王子とも何の打ち合わせもしてなくって、王子がなんか、スイッチっていうか、スタートボタンっていうかね、録画のボタンを押したら、今ちゃんと撮れてるかな、大丈夫かな。あ、撮れてますね。こうたまになんか撮れてないことがあって焦るので、そう、王子がポンって押して、私がこう普通に喋って、今日はこんな風に言うねっていうこともなく喋ってるんですけど、それをまあ王子が一回でなんか振りながら聞き取って、なんかその後すぐ私が説明したポイントの写真が撮るねって言って、ちょっとこの胸元の写真撮らせてねとか、このここにデザイン性があったらこのデザインのとこ撮らせてねとか、なんかすごいなって思って、まあ、向こうは向こうでね、私がこんな何にも考えてなくてよく喋れるなっていうのも思うと思うんですけど、私は私で一回でその私の説明を聞き取って、ね、見てる人が何を欲してるかっていうのをね、すぐ王子が把握してね、こうちょっと見えにくい部分の拡大の写真を載せるから撮るねとかって言ってね、撮ってくれて、なんかすごいなって、まあ、お互いだから本当補い合える関係っていうか、王子にねないものを私が持ってて、私にないものを王子が持ってるっていう関係なんですね。なんかいつもこうコーデの紹介しながらいろいろ雑談が入ってしまうんですけどね、今日まあでも結婚記念日だからね、みんな王子の話もちょっとは聞きたいんじゃないかなって勝手に思って喋ってるんですけど ね、私もなんかスイッチが入るとすごい喋っちゃうんですね。最初すごい緊張してるんですけど、なんかだんだんなんかもう一人でね、こうやって独壇場で喋らせてもらってたら、どんどんなんか言葉が出てくる不思議な性格なんですけれどもね。はい、だいぶなんか温まってきたので、うん、ちょっと緊張がなくなってきました。はい、ではお靴ですね。次、恒例のお靴。見えるかな？これは、いつもね、履いてる、美浜のリボンパンプスなんですけれども、4センチヒールの。4センチで楽な、そんなにね、高くない。で今日はね、やっぱりこのワンピースだから、今まで何回かご紹介した、卑弥呼の セパレートパンプスのピンクベージュが、まあ、間違いなく合うだろうなっていうのは思ったんですけれども、まあ、結構あれ、かかとが、音が響きますよね。あれでこう歌って踊ると、なんかすごいかかとの音が響くなっていうのが、私もちょっと気になってて、まあ、でもその見た目はね、足がスラッとして見えて、あれが 5.5 センチあるから、もっとこうスタイルアップして見えるんですね。なのでね、スタイルがよく見えるのは向こうかもしれないんですけれども、こちらもでも楽なんですよね。ストラップがないから着脱がすごい楽だし、あとこう紺色とかね、ネイビーとかはよくご紹介してたんですけれども、まだこのベージュってどうだったかなって思って、まだこのベージュのパンプスをこのね、動画で紹介できてなかったんじゃないかなって思ったんですね。だから今日あえてね、これを履いてきたんですね。ちょっと雨だったからね、
汚れないか心配だったんですけれども、で少し濡れてしまったんですけれども、気をつけながら歩きました。でもね、撥水加工なんですね、これも。ひびこのもそうなんですけど、これも撥水加工が施されているらしいので、少しは安心ですよね。で今日本当はね、傘もなんか、ジル・スチュワートの可愛い傘があって、それでももう4年前とかかな、買ったので、母が私に似合って素敵だねって言ってくれた白い、ジル・スチュワートの日傘があって、すっきりした、フリフリじゃない、すっきりしたやつなんですけどね。で、そのバンブーの持ち手になってて、竹みたいな。なんか、ジル・スチュワートのなんですけど、すっきりしてね、かわいいんですよね。すっきりしてるけどかわいいっていう傘があって、それも私ずっとなんか使えなかったんですね。なんか、母はなんか私に似合うって素敵って言ってくれたんですけど、それが私のセンスで選んだものなんですけども、母が褒めてくれて、似合うねって素敵だねって、なんかチューリープリンセスが持ってると素敵だねってなんか言ってくれた傘があって、それを本当持ってきたかったんですね。でも雨だったから持ってこれなくって、またねちょっと色が褪せちゃってるかもしれないんですけども、また今度ねご紹介しますね。あれもだからもうずっとほこりをかぶったまま置いちゃっててノンアルコールのね除菌のウェットティッシュで消毒したんですけどね。だからまあ綺麗になってね、持ってきたかったんですけど、いつもあれを持ってこようとすると雨が降って持ってこれなくなるんですね。で今日はね、今日も本当見せたいんですけど、今まだ傘が濡れちゃっててね、どうかな、乾いてるかな、まだ、ちょっと水滴がいっぱいついてて、ビニールの中に入れてるので、ちょっと今日はやめておこうかなと思うんですけども、今日は新しい雨傘を下ろして、それランバンなんですけども、ランバン の, 雨用の傘で、大きい傘で、ベージュ、すごい上品な傘ですね。ベージュのちょっと光沢感がある生地にピンクの、淡いピンクのお花柄が程よく施されてるっていう傘を最近買ったんですね。っていうのも、今までこうシビラっていうブランドがあるんですけど、ちょっと個性的かもしれないですけど、シビラの赤い、そんなにすごい派手な赤ではないんですけども、赤い傘を持ってて、そのね、すごい赤で可愛いんですけど、それだけを見たらね。でも例えば今日みたいなピンクとか、その赤いのを持っちゃうと、ちょっとね、私的には少しブリブリしすぎちゃうかなっていうのがあってね、もちろんね、カラフルなのとかが、華やかなのが似合う人とか、全然いいと思うんですけれども、私はこう結構、甘辛っていうか、なんだろうな、こう、あんまりすごいモリモリっていうよりも、プラスマイナスでちょうどいいみたいな、おしゃれが結構、個人的には好きだったりして、華やかなのも好きなんだけど、なんか全体として見てバランスがいいみたいな格好が好きで、派手すぎず、地味すぎず、地味すぎず、派手すぎずっていうような、なんか可愛いんだけど、なんか、行き過ぎてない感じっていうか、そうですね、ラブリーエレガントですよね。だから私がもう目標にしているラブリーエレガントっていう言葉を自分が勝手に組み合わせたんですけど、ラブリーとエレガントって、それは今の私の人生のテーマっていうか、自分自身のテーマになってるんですけれども、ラブリーだけどエレガントエレガントだけどラブリーな、なんかそんな女性でありたいし、そんな人生にしたいなっていうのがすごい自分の中であって、なのでなんかそういう感じのファッションもね、好きなんですよね。伝わったかわからないんですけども、私の好みとか目指してるところはそういう感じですね、今のところ。ちょっとくるくる
今日周りが足りないですね。いつも回ってるんですけど、いろいろな角度から見られるようにこんな感じかな、こんな感じでこう今日ね踊ろうかなって思うんですけど、そうで、これもまあいつもと同じ、ね、何にでもある白障害のネックレスをして、バンクリーフのね、で今日は一応結婚記念日だからね、こんな感じで見えないかな、まあね、王子がくれたバンクリとハリーの指輪を、婚約指輪と結婚指輪を重ね付けしてきました。ね、今日でね、7年かな、結婚して7年、7周年ですね。もう早いなって、7年も経つんだなって思うんですね。もう私の場合はちょっといろいろあって、3年ぐらい時が止まってたから余計早く感じるっていうのもあると思うんですけれども、もう7年も経っちゃったんだなって思います。じゃあちょっと次はね、カーディガンの紹介に行こうかな。カーディガンなんですけど、見えましたかね、ジル・スチュワートなんですけど、ジル・スチュワートの私にしては珍しい五分袖の少しだけふわっとした、ちょっとこの腕のところが少しだけふわっとした五分袖のなんかリブカーディガンみたいな、リブ好きですね私。なんかあんまり私なんだろう、ブカブカした感じのだとこう体型的に着られちゃう感じになるんですね。なのでリブとかだと程よく体にフィットするので似合いやすいっていうのがあるんですね。それにちょっと大きめのボタンがついてる、丈も短めな、なんかボレロカーディガンみたいな感じですね。落ち着いたピンク、今日はこれをね羽織ってきました。羽織りますね。暑いんですけど、羽織りました。見えるかな、こんな感じで、こんな感じなんですけども、まあ丈が短めで、まあちょっとだけなんかふわっと少しボリューム感もあるんですけれども、で私華奢に思われがちなんですけれども、その撫で方とかじゃないんですね。肩が肩がそんなに意外にあるんですね。肩はちゃんとあるんですね。なのであんまりなんだろう、こうすごいこれ以上パフスリーブとかね、今こう肩にボリューム感のあるようなのが流行ってましたよね、ここ最近、ここ数年ぐらいで。すごい本当に似合う方はね、似合ってすごい素敵だなと思って、母もねそういうこう好きだったんですね。ベルスリーブとか、肩はふわってなったりとか、そういう腕とか肩とかにボリューム感があるような、膨らんでるようなデザイン性があるような、おしゃれな感じのが好きだったんですけれども、私はね意外にこうピタッとした感じの方が似合うっていうか、なんかあんまりこう膨らみすぎてたりとかすると大げさな感じすぎると着られちゃう感じが出る時もあるし、なんかガンダムみたいにねてかその逆にこう肩がね目立っちゃうっていうか、怒り型ほどじゃないんですけど、意外にこう肩がのラインがちゃんとあるので、あんまりこう肩を強調しすぎない方がいいんですね。肩をあんまり強調しすぎるデザインだと、なんかすごい上半身にすごいボリュームが出てすぎちゃって、なんかガンダムチックになったりとか、なんかあんまりしっくり来なかったりすることも多くて、
で、なのでね、もうこれぐらいが限界っていうか、これは少し膨らんでるんだけど、ちょっとこれ以上はもう膨らませない方がいいですよね。で、まあこれがね、これぐらいの膨らみが限界かなって思ってます。そんな感じかな。ちょっともう暑いから脱ぎますね。ね、今日アクセサリーじゃなくてヘアアクセサリーも持ってきました2つ。これなんかバッグの中身でも紹介した、なんか楽天とかで適当に買ったやつなんですけど、これ結構ね、そんな高級感はないけど可愛くて楽なので使ってます。カラオケとかで暑くなった時にね、髪を留める時に。あとピンクもね、今日ピンクがいいかなと思うんですけど、お洋服的にお花がピンクだからこんな感じでね。これもあのなんかアレクなんとかパリっていうああいうのも持ってるんですけども、あ、アッカとかね、なんかちょっともう1万円ぐらいするようなのも何個か持ってるんですけども、まあ、ちょっと気を使うなっていうのもあるし、あのね、ちょっと止めるのがなんか私あんまりうまく止められないんですよね、ハーフアップとかって。だからもうこれとかなんか楽でこういうのでちょっとあのもう誰も今見てないですね、カラオケの中だと。こういうお家とかでやってまして、まあこれだったらまあ人に見られても別に結構可愛いしいいかなって、外でしてたとしてもそんなにおかしくないかなっていう感じですね。あと、フェイラーのね、私フェイラーコレクションの動画を最近アップしたんですけれども、あの、今日もちょっとこのコーデの中でも見せようかなと思って。これ今日バンビにしました。かわいいですよね。バンビ柄。なんか、ひらめきでその時のね、今日の気分とかお洋服に合わせて決めてるんですけど、なんかピンクのバンビにしてみました。かわいいいいよねこれもね、うん、で、あのまあ2枚持ちしてるんですね。私いつもお手洗いで手を拭く用とお膝にかける用と、でこれ今日母のフェイラーをね持ってきました。上品なエレガントなブルーにお花が施されてちょっとキラキラとしてます。ねえ、このちょっと母らしいからね、これも持ってきました。で、こんな感じかな。フェイラーの紹介終わりに。よいしょ。なんかすごいマイペースにやってますね。いつもこんな感じで。なんか今日から、まあもしかしたらわかんない。ちょっと何人かね、見てくれる人が増えるかもしれないから少し緊張しなくもないんですけれども、まあいつもの感じでね、やろうかなって思います。他に何か言い忘れたことはないかな。いつも本当考えながら喋ってるからね。ね、今日は結婚記念日でね、なんかカラオケデートで、私、王子との絆が深まったんですよね、そういえばね。なんか、うん、ねえ、カラオケだとこう、結構解放されてね、やっぱいいところが出るっていうか、お互いのね、うん、構えない感じになって、多分、私のこう自然な感じとかが出たみたいで、それがなんか良かったらしいんですね。こうなんかあんまりこう、ね、かしこまって気取ってる私じゃなくて、私の素のなんかいい部分っていうか、自然な、ね、楽しいところとか、なんか明るいところとかが出てよかったらしいですね。それで、王子が一緒にね、私とカラオケに行って、まあ、本当の意味でっていうか、本当に恋に落ちたっていうか、3回目のデートで行ったんですけれども、まあ、1回目に会った時から、まあ、気に入ってはくれてて、
いい印象を持って、まあ、また会いたいと思って誘ってくれてはいたんですけれども、まあ、本当にもうなんかもう私に完全に決めたっていうかフォールインラブになったのがなんか3回目をカラオケデートだったらそうですね。あの私がサフランボを歌ってね、あの王子もなんか一緒に口ずさんでくれて、あとね王子がね、尾崎豊とかね歌ってね懐かしいなって、あと一緒にねあのスキーツの空を飛べるはずとかをね一緒に歌ったんですよね。だからすごいそれで一気にね心が近づいたんですね、うん、でやっぱりねあのいろんな男の人がいてね、カラオケって密室じゃないですか。だからこうねなんか変な色気とか出してくる人もいるんですよね、まあ、まあみんなほとんどそうかもしれないですよね大抵のなんか男の人がそうかもしれないんですけども、まあ、なんか距離を近づけて座ってきたりとか、まあ、ちょっとなんかそういうなんかね色気を出してくるっていうかね、うーんねちょっとそういう感じになりがちっていうかね、で困りますけどねでもねあの王子は全然そういう人、他のねその他大勢の男の人とは全然違って、あの本当に紳士的だったんですよね。カラオケに行ってもそうやってね、あの私が安心できるようにもう3人ぐらい間に座れるんじゃないかっていうぐらい距離を置いて座ってくれて、もう本当にこう体の身体的距離はこことここみたいな感じでね、間に3人ぐらい座れるぐらい離れてるんですけど、でも心の距離はすごい近いっていうかね、うん、なんか一緒にその距離感で一緒に歌ったりとか笑い合ったりとかしてたんですけど、なんか体は離れてるのに心が近いっていうかねなんかすごいいい人だなって思ったんですよね、私としては、うん、なんか素敵な人だなと思ってね、なんか爽やかなね、あの真面目なね、紳士的なね、あの清らかなね人だなって思って、それで本当に楽しそうにね笑ってくれて、うん、なんか一緒にいるとすごい心が和んだんですね。もう心がなんていうかね、ほどけるっていうのかな。もうまた涙が出てきちゃうんですけどね。なんかね、すごいいい人だなって思ったんですね。なかなかいないなって思って。なんかすごい、ね、この人、ね、いいなって私は思ったし、まあ、向こうもなんかそういうふうにね、私の自然な姿を見ていいなっていうふうにね、思ってくれて、うん、そうですね、だからそこからなんか本当に始まったのかなっていう感じで、まあ、だから私にとってやっぱりこう歌とかね、カラオケって特別なのかもしれないですね。まあ、王子とのやっぱり、ね、恋が始まった感じの場所っていうか、うん、ねえ、そんな人なんですね、王子はね。うん、ね、素敵な人だなってやっぱり今思っても思うし、うん、よかったなって、全然なんか他の男の人とかとは全然なんかもう違ったんですね、あの感覚として受ける印象がね、うん、波長があってね、心が和んで、それですごいそういう変な心配もせずにね、安心して一緒にいられたんですね。絶対変なことしないだろうなっていう安心感があって、うん、結婚記念日だからね、のろけさせていただきましたね、うん、でもやっぱり今でもそういうね印象は変わらないんですね、王子に対して。やっぱり、うん、そういうところがすごい好きっていうか、惚れてるところかな、なんか人としてなんか気のいいっていうかね、うん、なんか尊敬できるしね、なんか好きなんですね、私は。はい、こんなところで、ね、他にちょっとコーディネートの紹介なのに、なんかのろけも入ったり、いろいろしちゃったんですけど、なんか言い忘れたことがないか、まあね、コーデはこんな感じですね、だから、こういう今日のシースルーワンピースに、もうちょっと可愛い感じの、爽やかな清楚な感じの。
ですね。はい。今日はこれでいろいろと楽しく歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。チューリップリンセスでした。みんなライブを見てね。